お、今日はユニクロ U の発売日か。そういえばいろんな YouTuber がユニクロ U の動画を出していたけども、結構若い人が多いから自分たちの年齢に参考になるかどうかがちょっとわかりづらいんだよな。できれば30代後半から40代の大人世代に合うようなユニクロ U のおすすめを教えてもらいたいんだけども、誰かこのあたりバシッとレビューしてくれる人っていないのかなと思ってる皆さん。こんにちは、スタイリストのシュンです。今回の動画なんですが、本日発売のユニクロ U 秋冬の新作の中で、大人世代が買うべきものベスト5というテーマでお届けをしたいなと思っています。皆さんもですね、楽しみにしていたかなと思うんですが、ユニクロの様々なコラボレーションラインの中でユニクロ U といったら最も定番的で、なおかつバリエーションも豊富なので結構ですね、話題性が高いですね、コラボレーションかなと思います。今年もですね、発売前から盛り上がりを見せていましたが、なかなか素晴らしいコレクションだったかなと思います。今現在でもですね、様々な YouTuber の方がこぞって動画を作っている最中かなと思うんですが、まあなかなかですね、大人世代はどの動画を参考にすればいいのかわからないという方多いんじゃないのかなと思いますので、こちらのチャンネルの中では僕たち30代後半から40代の大人世代に合うようなユニクロ U の鉄板アイテムをですね、5点に絞ってしっかりめに解説をしていきたいなと思っています。僕もですね、朝一でユニクロの店舗に行って、まあ、実際にいろんなものを試着をしてきました。事前に動画を上げていましたが、その答え合わせということで僕自身もですね、存分に体験したわけなんですが、その中で結構厳選して、これは間違いないなというものをですね、今回は5点買ってきましたので、皆さんに1点ずつ試着をしながら徹底解説をしていきたいなと思っていますので、よかったら今後のお買い物を参考にしていただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本ですね、なるべくわかりやすく解説をしていますので、よかったらチャンネル登録やグッドボタンの方もよろしくお願いします。それでは早速行ってみましょう。はい、ということで、ここからですね、具体的に僕自身が実際に買ったですね、ユニクロ U の秋冬の新作のアイテムをご紹介していきたいなと思ってるんですが、まず1点目はですね、こちらですね、今着ているラムニットジャケットですね。価格は5990円ということで、これはですね、当初から皆さんにお伝えしてた通り実物を見ましたが、すごく良かったので僕自身大満足の買い物になりました。大人世代にもですね、バチッと似合いやすいかなと思います。ちなみに僕はですね、身長164センチ53キロとだいぶ小柄の体型なんですね。ですので通常は M を着ることが多いんですが、こちらに関してはですね、 L を選びました。結構サイズ感がコンパクトめなので、そこの点だけ注意が必要かなと思います。よりベーシックに着たいのであれば通常サイズでもいいかなと思うんですが、ちょっとこうコンパクトな感じがしたので、僕はワンサイズ上げてちょうどいい雰囲気かなと思っています。ユニクロ U が始まってから僕はいろんなものを買い続けてきましたが、このようなニット素材のジャケットみたいな提案っていうのは結構珍しいんじゃないのかなと思います。デザインベースはジャケットというよりもシャツアウターみたいなアプローチが近いのかなと思ってまして、まずは襟がついていて、カーディガンのようにさらりと羽織れるというところがポイントになっていて、あとはポケットですね、左右対称に胸ポケットがついています。フラップ付きのですね、ちょっと小ぶりなポケットで、これがですね、着こなしの良いアクセントになるんですね。ちょっとシャツアウターライクなんだけども、それがニットで表現されているというところが結構意外性があって、これはめちゃくちゃいいなと思いました。ちなみに色の展開はブラックとグリーンとあとブラウンだったと思うんですが、まあ、結構迷いました。まあ、最初はグリーンがですね、ちょっと明るめのカラーなのでいいんじゃないのかなと思ってたんですが、まあ、実物を見てみると、まあ、曖昧なカラーでちょっとベージュっぽくもあるし、グリーンっぽさも感じるような色合いでいいっちゃいいんだけど、長く着ることを想定するとちょっと飽きそうな感じがしたので、僕はですね、グリーンはちょっと見送りました。でブラウンは着るとやぼったく見えるかなと思ったんですが、実際に着てみたら結構良かったんですね。なのでブラックかブラウンの2択で迷ったんですが、まあ、よりシャープに見えて長く付き合いができるのはブラックかなということで、今回はこちらを購入しました。割とユニクロ U の中でもベーシックな雰囲気のアウターだなと思ってるので、これは1着買えば大人世代であればしばらく使えるんじゃないのかなと思います。僕はこの肩前のデザインも好きで、いわゆるサドルスリーブと呼ばれるようなもので、この肩のラインと並行するようにですね、ここの切り替えが入ってるのがすごく好きなディティールでもあるんですね。でサイズ感も大きすぎないし、これであれば T シャツの上にさらりと着れば今時期から活用することができますし、もうちょっと季節が進めば上にロング丈のコートなんかを着ればミドルレイヤーとしても使うことができるので、秋冬両方使えるような優秀な羽織物かなと思っています。でブラックを選ぶからにはボトムスもブラックだとちょっと重たくなるので、ユニクロ U のダークブラウンのですね、ワイドパンツと合わせて僕が使ってみたいなと思うんですが、これは今回のユニクロ U の新作の中では結構大人世代には一押しの
アイテムかなと思うので、ぜひ皆さんもですね、店頭でチェックをしてみていただければなと思っています。はい、続いて2点目にご紹介したいのが、僕が今着ているブラッシュドジャージーブルゾンですね。価格は5,990円。僕が着ているのはこちらで M サイズになります。割とサイズ感にゆとりがあるので、これはワンサイズアップしなくても十分ですね、程よいゆとり感を楽しんでいただけるようなアイテムかなと思います。これはですね、正直僕にとってはですね、そこまで注目してなかったアイテムなんですね。もちろん商品を見ている中で良さそうだなと思ってたんですが、事前に買い物に行く前までは買うところまではいかないだろうなと思ってたんですが、試着したらめちゃくちゃ良かったというですね、よくあるパターンでしたね。決して派手さはないアイテムではあるんですが、実際に着れるシーンが多いなと思ってですね、僕はこれ非常に気に入っています。まあ、ブルゾンという形にはなってるんですが、イメージしやすい言葉で言うとフリースっぽいようなアイテムってとこですかね。真冬のアウターにはならないけども、秋にですね、さらりとロンティーの上に着ることができて、なおかつこの上にですね、アウターを着ればミドルレイヤーになるというところでは、すごく使い勝手のいいアイテムなんですね。肌触りも良くて着やすいので、ワンマイルウェア的にも使うことができるので、これは抜群に良かったなということで、地味だけど隠れた名作だなと思っています。カラー展開は3色で、ダークグレーとダークブラウン、そしてもうちょっと明るめのブラウンがあるんですが、これはですね、結構迷いましたね。ブラウンに関しては結構ですね、難しめの色だなと思います。スラッと背が高くて若い世代の方であれば、結構このやぼったい感じが似合いやすいかなとは思うんですが、まあ、僕たち大人世代が着るとですね、やっぱちょっとおじさんっぽさが強く出るかなと思ったので、ブラウンはちょっと難しかったなという印象です。あとはダークブラウンかダークグレーかで迷ったんですが、どっちもいいです。僕はですね、どうしてもダークグレーが好きで選びがちなので、今回はこちらのダークブラウンを選んでみたわけなんですが、ブラウン特有のやぼったさみたいなところが一切出ないような、かなり深めのダークブラウンになっています。今ブラックのパンツと合わせていますが、まあ、すごく深めなので、そんなに色の差がパキッと出すぎないのが個人的にはすごくいいなと思いました。まあ、スタンドカラーの襟で、まあ、首元も温かいですし、ちょっと今っぽい雰囲気もですね、ちゃんと首周りに表現されていますし、あとは肩周りですね、ちょっと変わった袖の付け方になっているんですが、肩のラインがないので、このあたりもですね、着脱もしやすく、なおかつちょっとした見え方の工夫になって、個人的にはなかなかバランスがいいなと思います。ちょうど胸のあたりに切り替えがあってですね、左胸の部分にはこういったポケットがついてるんですね。ここもですね、まあ、荷物を収納量結構確保されていますし、あとは腰のポケットですね、ここもしっかりとついているので、これ1枚でも結構いろんなものが収納できるなと思いますね。機能感のある上品な素材使いで、よくあるようなフリースよりは圧倒的に大人っぽくて上品な見栄えになっているので、これは使い勝手めちゃくちゃいいなと思いました。僕はプライベートでキャンプに行ったりだとか、アウトドアを楽しむ場面が多かったりするんですが、スポーティーなフリースは持ってるんですが、こういったタイプは持っていなかったので、すごくいいなと思って、活用する機会がですね、いろいろ想定できるなと感じています。まあ、いろんな着方ができるかなと思うんですが、個人的には半分ぐらい開いて、ちょっとこの襟周りのドレープを楽しんだりだとか、内側に着てる T シャツとかカットソーを見せてあげるのが結構バランスがいいかなと思います。こういう感じだとハーフジップのですね、スウェットみたいな見え方もするので、まあだいぶ今っぽいかなと思います。もちろん前開けちゃって、こんな感じで軽い羽織物感覚で着てもらうのもいいと思いますし、あとは上にアウターを着ていただければ、真冬でもですね、結構これ使い勝手がいいかなと思うので、地味ではあるんですが、めちゃくちゃ満足度の高いアイテムかなと思っています。ひょっとしたら今回買ったものの中で一番使うんじゃないのかなと思ってるぐらい気に入ってるアイテムなので、まあ、ぜひ皆さんもですね、こちらチェックしていただければなと思っています。はい、続いて4点目は、僕が今着てるドレープシャツですね。これもですね、事前の動画の中で皆さんにご紹介してたので、まあ、実際のところどうだったのか気になってる方も多いかなと思うんですが、これもすごく良かったアイテムかなと思います。今回事前レビューした中でも割と一押しに近いぐらいですね、こちらは気になっていたんですが、実物を見て試着をしてみたところ、意外とですね、あんまりしっくり来なかったんですね。最初僕が選んだのは M サイズだったんですが、結構着丈が長くて、その割には身幅はそこまでゆとりがないので、まあ、いつも想定しているサイズ感とちょっと違かったので、最初は違和感があったんですね。なので改めてワンサイズ下の S サイズをですね、試着したところ、まあ、こっちの方がバランスいいなということで、今回はですね、S サイズを購入しました。割とサイズ選びが難しいなと思うんですが、まあ、ぜひ皆さんもですね、まあ、2つぐらいのサイズをですね、着比べてもらうといいんじゃないのかなと思います。まあ、特徴的なのは、まずは襟型ですね。ボタンダウン型になっていまして、襟がしっかりと固定されていますね。襟幅もしっかりと大胆にあるのが、
個人的にはバランスがいいなと思いました。肩のラインも落ちてるんですが、身幅はすごく太いっていう感じはしません。割と着丈の長さはあるのが特徴かなと思います。で、素材ですね、ちょっとドレープ感があるような独特の質感で、このあたりが上品だなと感じました。カラーはですね、ダークブラウンですかね。この色がすごく良くて、大人っぽくて上品な色合いですね。まあ、今シーズンのユニクロ U はめちゃくちゃブラウン系が多いんですが、どれもやぼったく見えるようなブラウンではなくて、コクが深くて上品さが漂うような、そんなブラウンなので、大人世代にも似合いやすいんじゃないのかなと思っています。ただベージュのパンツとかオリーブのパンツとかで合わせてしまうと、ちょっとこう土っぽさが強く出すぎてしまうので、ホワイト系の T シャツでちょっと爽やかにしてみたりだとか、ブラック系のパンツで引き締めたりだとか、そういったところをしっかりと意識していただければ、意外と使い勝手はいいんじゃないのかなと思います。これもですね、今時期だったら T シャツの上にさらりと着るだけで簡単に着こなしが決まりますし、まあこれから先ですね、コートの下に着る形もですね、バランスよくはまるかなと思うので、かなり使い勝手がいいんじゃないのかなと思います。ユニクロのシャツの中では普段にはないようなこのドレープ感ですね、このあたりが楽しめるシャツなので、1枚持っておいて間違いがないシャツかなと思います。ただ先ほどもお伝えした通り、意外とサイズ感が難しいかなという印象もあったりするので、このあたりはですね、試着は絶対した方がいいシャツかなと思うので、ぜひオンラインでもチェックしていただきたいんですが、店頭で一度試着をしてから検討してもらうのがいいんじゃないのかなと思っています。はい、続いて3点目は僕が今着ているこちらですね。パフテックボリュームパーカーですね。価格は 12,900円になります。サイズはですね、悩んだんですが、割とですね、ゆったりめのシルエットになってるので、今回は S サイズを購入しました。これでもですね、十分身幅があるので、今っぽさはちゃんと出るので、僕はこのサイズ感で問題がないんじゃないのかなと思います。逆にこれ以上大きいとですね、結構着膨れしすぎてしまうので、まあ、大人世代であれば、いつも着ているサイズ感か、まあワンサイズ下もですね、一応試着してみることをお勧めしたいなと思っています。まあデザイン的にはかなりオーソドックスですね。スポーティーなダウンっぽいようなデザインになっていまして、このジャンルで言うとユニクロのハイブリッドダウンパーカーですね。このあたりが殿堂入りしたような間違いのない鉄板アイテムなんですが、やっぱりユニクロで毎シーズンやってるものなので、特別感がなかったりだとか、人と被ったりすることがあるので、個人的にはちょっと違ったものを着たいなと思うわけなんですね。そういった時にこちらの中綿のアウターを選んでいただければ、しっかりと暖かいですし、デザインはミニマルで、飽きも来ないような形で数年使えますし、すごく使い勝手がいいかなと思うんですね。特にですね、デザイン的には木をてらったところもなく、すごく普通なんですよ。だけどもちょっとボリューム感があって、丸みのあるシルエットだとか、そのあたりには今っぽさを感じますし、あとは色ですね。今回はダークグレーを選んだんですが、この曖昧な色合いは、やっぱりユニクロ U らしくて、すごくいいカラーだなと思いました。まあブラウンだとか明るめのカラーなんかもあるんですが、こういった中綿のアウターとかダウンは一応買ったら長く着るものなので、オーソドックスなカラーを選んでいただくのがいいかなと思います。まあダークグレーを選べば、内側は今着てるようなライトグレーだとかオフホワイトのニットを合わせればバランスよくはまりますし、あとはいつも通りのブラックのパンツでもう簡単に着こなしが完成してしまうので、これは最高のカラーだなと思います。中綿ということでダウンと比較するとそこまで暖かくはないのかもしれませんが、まあ、最近の日本の冬であれば、まあ、僕はこれでほとんど大丈夫なんじゃないのかなと思っています。僕自身プライベートで使っている冬用のアウターってほとんど中綿なんですね。むしろダウンだとちょっと暑すぎることがあったりするぐらいなので、これぐらいで十分冬は越せるんじゃないのかなと思っています。決して派手さはないけども、だけどもユニクロ U らしいですね、こだわりがしっかりと詰まった1枚なので、これはかなり押せる1枚かなと思います。まあ、ちょっと見えづらいんですが、ステッチ使いですね、このあたりがちょっと大胆に太めになっていたりだとか、細かい部分にデザイナーのこだわりを感じるような1枚になってまして、長く付き合えるような1枚かなと思うので、これはですね、派手さはないですが、ぜひ皆さん店頭でチェックをしてみていただければなと思っています。はい、続いてラスト5点目は僕が今履いているコーデュロイタックワイドパンツですね。価格は4990円で、僕が今履いているのは S サイズになります。これもですね、事前動画で皆さんにご紹介してたので、実際のところどうだったのか気になっている方も多いかなと思うんですが、結論を言うと大人世代にはかなり難しめのアイテムかなと感じています。おしゃれ上級者の方であればこれぐらい太さのあるボトムスであってもうまくこなすことができるかなと思うんですが、なかなか癖は強めだなという印象があります。まずシルエットを見ていただきたいんですが、先ほども触れた通り、僕が持っているユニクロのボトムスの中でもかなり太めの分類なので、なかなかその点は
大人世代には難しいかなと思います。腰にはですねタックが入っていて今っぽい要素もしっかりと感じられるので、そのあたりは完成度は非常に高いかなと思います。あと近くで見ていただくと分かるんですが、コーデュロイの畝が縦に走っています。畝はですね細かめではなくて割と大胆に太いんですね。そのあたりも一つのポイントになってくるんですが、かなり見え方としてはカジュアルになってくるかなと思います。腰はですねベルトがついていまして、グラミチのようにですねギュッとウエストを締めることが可能なんですね。その点では僕のようなコンパクトな体型の人にも合わせはしやすいと思うんですね。ただ僕は今回 S を履いていますが、適正は1個下の XS かなと思います。かなりですね太さがあるので、ワンサイズ下げるぐらいでも僕はちょうどいいかなと思うんですね。ぜひ皆さんも店頭でですねいつも履くサイズとあと下のサイズもですねトライをしてみるといいんじゃないのかなと思います。まあ、今回ですね僕も試着をした段階では結構難しそうだなと思ったんですが、いつも同じようなボトムスばかり買ってしまいがちなので、ちょっと幅を出したいなということで、こういったコーデュロイのですね今っぽいボトムスを購入しました。まあ、ユニクロ U なので4,990円、結構買いやすい価格帯で今っぽい1本が手に入るということで、マンネリ化しがちの方はこういったボトムスで今っぽさを楽しむのもすごくいいかなと思います。ただそれなりにですねエッジは効いてるアイテムなので、実際に試着をしてからよく検討してみるのがいいかなと思います。僕は今回ですねサロモの XT6 と合わせていますが、ちょっとシャープに見えるような靴と合わせるといいかなと思います。上半身は白系の T シャツと先ほどご紹介したニットジャケットを合わせていますが、モノトーン配色にすることで、まあ、なるべくカジュアル見えしすぎないように今回はバランスをとっています。あとはユニクロ U の今回のですねロング丈のコートと合わせていただいてもハマりがいいかなと思うので、そういった着こなしでちょっと全体的にきれいめに振ってあげることをお勧めしたいなと思っています。まあ、今回ですね様々な YouTuber の方がきっとこのボトムス激推しするかなと思うんですね。確かに写真で見る限りは素晴らしいんですが、履いてみると思った以上に太いのと、コーデュロイの感じもですねカジュアルさが満載なので、大人世代にはちょっと難しさはあるアイテムなんですね。だからこそこういったものが履けるようになると着こなしの幅が広がりますし、だいぶ新鮮な雰囲気にはなるかなと思うので、トライしてみるのもなかなか楽しい一本かなと思います。まあ、ぜひ皆さんもですねオンラインで買うよりは実物を見た方がいいかなと思うので、サイズ選びを気をつけながらですねぜひこちらのボトムスもチェックしていただければなと思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画では本日発売のユニクロ U の秋冬の新作で大人世代に似合うアイテムベスト5というテーマでお届けをさせていただきました。まあ、どのアイテムも非常に満足度が高くてですね僕自身買ってよかったなと思うんですが、事前にですね予想してたものと違った雰囲気のものもあったりして、こればかりは実物を見て試着をしない限りはなかなかわからないものだなというのをですね改めて実感をしました。まあ、ぜひ皆さんもですね今いろんな YouTube チャンネルでレビューが出てるかなと思うんですが、まあ、動画を見るのもいいと思いますし、ホームページの写真を見るのもいいと思うんですが、実物を手に取って自分のライフスタイルだとか感覚にマッチするかどうかもよく見定めてもらうのが一番いいんじゃないのかなと思っています。結構個人的には今回はサイズ感が難しかったなという印象があるんですね。通常は M を選ぶんですが S を選んだものもあれば L だったものもあったりするので、このあたりも含めて今回は試着をされるのが一番安心感はあるかなと思うので、まあ、ちょっとこう焦る気持ちもあるかなと思うんですが、落ち着いて商品を選んでいただければなと思います。ちなみに今回購入していないんですが、こちらのステンカラーコートもですね実際に着てみたところめちゃくちゃ良かったです。僕は似たようなものたくさん持っているので買わなかったんですが、ブラウンもいいしダークグレーもすごくいい色なので、このあたりもまだ持っていなければ一着揃えてみるのもいいかなと思います。あとはモックネックのセーターもですね派手さは全くないんですが、これまた使い勝手非常にいいので、まあ、ちょっと落ち着いた段階でですね1枚買い足すのもいいんじゃないのかなと思っています。まあ、やっぱりユニクロ U は長く続いているですねコラボレーションラインということもあって、安定して良いものが多かった印象なので、まあ、ぜひ皆さんもですね店頭で実物をチェックしながら検討してみていただければなと思っています。以上スタイリストのしゅんでした。また次回の動画もお楽しみに。